こんにちは、コスケです。引っ越しました。はい。今ね、こんな感じの、だいたい、そうですね、6畳ぐらいの部屋なんですけど、まあ、家具家電付き合ったテレビとかあります。で、今こんな感じで、だいぶ無機質な、普通のシンプルな部屋なんですけど、これからですね、僕が、いろんな家具を買い揃えましたので、憧れのフリーランスでやってるのを僕なりに作ってみました。はい。じゃあ、その家具を配置した部屋を早速なんですけど、公開していきます。じゃあ、こちらになります。オープンと。はい、こんな感じの部屋になりました。まあデスクがありまして、でソファーがあって、テレビがあって、まあギターがあるっていうような感じの部屋です。はい、まあ、今回はこの僕の部屋の紹介をしつつ、まあ、こうフリーランスとしてどういったところに気をつけたりとかすると、こう部屋でも作業しやすい空間になるのかっていうのをちょっとお話しできればと思いますので、ぜひそれではここからお部屋の解説していきます。どうぞ。まず最初は一番こだわりましたデスクの紹介からです。まあこのデスクにおいて気をつけたことというか意識したこととしては、僕結構作業するときにカフェに行ってたんですけど、まあただカフェに行くとお金かかるじゃないですか。なのでこう部屋でも作業したいなって思ったときに、まるでカフェのようなデスクを作ろうと思ってこのデスクが完成しました。なのでこうインテリアっていうかね、こうなるべく意識しています。で意識した点としては、まあ、ここでパソコンの作業をするんですけど、視界に緑が入ると、目が休まるので、この作業空間の中に緑を取り入れています。あと、まあ、カフェがてら、カフェ風にするためにケトルを置いて、いつでもこう飲み物を飲めるようにしてますし、あとここに引き出しがあるんですけど、いろんな飲み物とかお菓子とかを入れてます。で、まあ、ここで作業する感じですね。で、まあ、仕事で使うような本があり、まあ、写真立ては、おしゃれです。はい、あと僕の好きなヨッシーが上で見守ってくれています。こんな感じですね、デスクは。で夜はあそこの間接照明で仕事をするって感じですね。はい。まあ、デスクの次はソファーですね。まあソファーは別にただのソファーなんですけど、僕自身自分の部屋にソファーがあるっていう生活をしたことがなかったので、まあ憧れで買いました。ただただ割とね、そんなに広い部屋じゃないので、このソファを置いてから結構部屋狭くなっちゃったんですけど、まあ悔いはないです。ただこのソファも、まあ、ただのソファなんですけど、こういう風に膝上クッションっていうのを置いて、これの上にパソコンとか置いて作業すると、まあ、こっちのデスクでは結構こうかしこまった仕事して、こっちではこう緩くなんか動画を編集したりとかするみたいな使い分けしてたりするので、まあ、なんかこの一部屋で二つ作業場所があるっていうのは、まあ個人的にはお気に入りのポイントですね。最後にこのソファーの前にあるテレビなんですけど、これ特にこだわった点はないんですけど、よく見てみるとこの後ろに任天堂スイッチがつながってまして、で僕正直テレビ一切見ないんですけど、この大乱闘スマッシュブラザーズっていうゲームをするためだけにこのテレビは置いてます。で僕スマブラが今世界で上位 1% ぐらいの実力なんですけど、まあそんな感じで割と仕事だけじゃなくゲームもしっかり楽しんでいて、でまあそういったね、こう自分の娯楽みたいなのもこの部屋ですっとやりたい時にすぐやれるっていう部屋になってるのが、僕の部屋の特徴ですね。はい、じゃあ今回はこんな感じで僕の部屋のねルームツアーをやっていきました。まあ、フリーランスになるとね、ある程度こう仕事も選べますし、である程度収入を稼げれば、こんな感じで部屋も自由、住む場所も自由っていう感じのね、いい感じの生活になってきますので、で、まあ、今後とも僕のチャンネルではこういったこうフリーランスの生活とか仕事とか、こうリアルな部分を包み隠さず発信していこうと思いますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。